本田ただつは、幕末、明治新規の大名。駿河電中藩第七代藩主、安房長尾藩書代藩主。正重系本田家十二代。田中藩第五代藩主本田松尉の七、男として生まれる。安政三年十二月二十二日、兄、正弘の養子となる。安政四年十一月十五日、将軍、徳川家貞に敗越する。 同年12月16日、十五位下た法規上に助任する。万縁元年うるう3月16日、正宏の死去を受けて、家徳を継ぎ、田中藩第七大藩主となる。文久2年11月4日、新設された学問書部業の一人に就任する。文久3年、下兎国に所在した田中藩飛び治療の管轄のため、流山郊外の神楽に屋敷を建設し、 江戸深川にあった下屋敷の人員を移転した。源氏元年7月21日、寸府城代に就任。母親戦争中の慶応4年2月12日、尾張藩が派遣した勤労誘引士、鈴木黒江門に勤労証書を渡して、寸府城引き渡しに同意した。徳川宗家当主、徳川家里が駿河国、東都海国に移されると、6月13日に、 イエス里に、寸布城を引き渡す。また、徳川家の静岡入法に伴い、田中藩四万国には新政府から、安防国、和佐国に四万国の大大地を与えられ、同年7月13日移転を命じられた。新領地の藩庁は、藩市で、兵学者の田青ぐだけの選定により、白浜に近い安防国長尾村滝口に陣屋を建設しておくこととなった。 一転先の準備が整うまで生徒津や、藩士の多くは、丘陵内藤枝塾の寺院に死縮した。明治2年2月、藩校日地下の安房に移転。明治2年6月20日、生徒津は、藩籍奉還を行って、地藩寺となる。この年の夏、台風によって建設中の長尾陣屋が倒壊。もともと長尾での陣屋建設は藩内に反対論が多く、 温田ダ・オグダは建築処分となり、翌明治3年1月以降、立山に近い北条村鶴ヶ谷に、新たな藩町や藩市居住地の建設が進められた。地藩寺生徒津は、明治3年5月に、北条陣屋に着任した。明治3年12月14日、隠居して、洋島さのりに家督を譲った。明治18年11月1日、59歳で死去した。 白学の藩主として知られ、高鍋藩主秋月主従、唐津藩主、小笠原おさと共に、天下の三公子と称された。著書に、新士逸話がある。高塚さ松平信発の幼女、文子を正室に迎えるが、文久2年7月21日に死別。軽室として、稲垣長武の次女、栄を迎えた。養子の正則は、兄である小邸の長男で、 生徒つにはおいにあたる。ありがとうございます。